この子はルームメイトのロッテ。ルーナノバに来ることができたのもロッテのおかげなんだ。ロッテは優しくて物知りなんだよ。私がわからないことがあったら大抵のことは教えてくれる。そうそう、ロッテの家は魔法道具屋をやってるんだって。だから古い道具についてる精霊と話をすることができるんだ。すごいよね。私もいつかロッテみたいに精霊を呼び出せるようになるかな。ラー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 なんちゃって。